お疲れ様です普段株にはあんまり触らないんですけども今回ね自動車関連株が一斉に下がってるということとあと吉谷さんがねトヨタの株下がってますねっていうのとまあ,あの同時に聞いたんでその根っこの話をねちょっと思い出してしようかなと思います。えー、脱酸素化とということででガソリンンン車のエンジンを2035年までに 世界でね一斉に規制しようっていう動きがあるのは皆さんご存知だと思いますけども実は世界でって言ってもまあこれね G7 だけの話なんですよ主にはね。まあインドとかも追従してますけども大体 G7 が世界標準ってものを打ち出してるだけなんですよ。で私たたちは G7 とかねあのそういった経済圏の情報が まあ一番入ってきますんでそこが世界だと思われますけどもまあでもねそこにカバーされてないロシア中国アフリカこういった3つの大陸、まあ、人口にしてそうですね、まあ、地球上の過半数以上を占めているこのエリアに関しましてはどうなのかってことあんまりわかんないまま論じてると思うんですよ。さあその中で自動車関連株なんですけども実はね EV 化を2035年これやめましょうっていうふうになりました。 あのこれからどん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 情報は開示されていくと思いますけどとりあえずこれはもうね2035年にガソリン車なんとかって言って EV カーの普及って言いますけどもう無理だよねってことになってだんだん変わってきてるんですよその口火を切ったのがフォルスワーゲンとかドイツだったんですけども、まあ、イギリスもそこにね乗ってくるような感じでうん結局はあの何ガソリン車を続けるかどうかっていうのは分かんないけども水素の燃料車 トヨタ自動車が開発している水素の燃料車のことも検討しないといけないみたいな枠組みからとりあえずはあー EV カーを一押しっていうのはちょっとなくなっていきそうな感じですよね、まあ、そうなると自動車関連カムって一気に EV カーの方にグワッとシフトしてましたんでやべえやべえとこれからは EV カーがもしかしたら全面的に打ち出されなくなってくるかもしれないし EV カーなんて所詮補助金で売れてるような話なんでね今のところは。<laughs> そうなってくるとリチウムイオンバッテリーとかのお供給不足とかリチウムイオンバッテリーの寿命が5年とか、まあ、10年未満ってことを考えたら EV カーを買っちゃうと5年でもう車が乗れなくなっちゃうんですよねで、えー、リチウムイオンバッテリー交換するのに100万とか200万前後かかってしかもリセールバリューがむちゃくちゃ悪いんですよ中古車のこの近所にもね中古車屋さんあると思いますけども EV カーなんて全く並んでないでしょ中古車屋さんがもう受け取ってないんですよ というのがリチウムイオンバッテリーそのほかもうねどこを査定すればいいのか分かんないから安全牌でガソリン車をそのままうちはやっていきます EV カーはごめんなさいっていう形になってるんで、うん、なんかさまざまね自動車業界が動いてるみたいですねまあどこに関連して株価が動いてるのかってことははっきりはこれわかりませんけどもまあ全部でしょう <laughs> もしかしたらね今暗号通貨の方でもあの顕著な動きがあってね私報告なんですけどもでも 主要銘柄は全般的に落ちてるんですよ、まあ、そういったことも関連してるかもしれませんしそれからあの有名銀行も今ね破綻してるんですよね結構ねクレディ・スイス銀行も破綻でしょあんな世界のトップ10みたいな銀行がねこんなことになっちゃってすごい世の中ですよね、うん、一体どうなってしまうんでしょうかいってらっしゃい